今日行われた白州麺の種まき。境港市では白州麺の後世への継承に取り組んでいて、市内で生まれた赤ちゃん全員に白州麺 100% のおくるみを送るなどしています。今日は過去におくるみを受け取った親子らが次の親子へ白州麺をつなごうと種まきに参加しました。種まきが大好きだった。白州麺という存在自体を、まあ、子どもの時から知ってもらってより身近に感じていただきたいと思っています。収穫は9月から始め、10月には収穫体験が行われる予定です。